だよリノってと思いました。勝手に 5ね多いんですよね。5とか15とかめっちゃ多いの。515とかそういう25はないんだけど出席番号もだいたい15でしたけど多いんだよ。なので5号車に行って写真を、でもねファンの方のリプをと見たら1分くらいしか停車しないんだって。だからもう大急ぎですね。でもホームの前で写真撮るのも危険なので、まあ眩しい危険なので、まあ安全の面、安全面が一番大事なんですけど、まあ見に行く程度に、そうそうそう、あもうぐしゃーってさホームにいっぱいいてもさね、いろんな方がいると思うので迷惑にならないように。でもリノのことを探してくれると3月のいつかまでだね確かね。どちらの面かなだって、あのホーム側でしたリノ、乗る口のところなんていうの、あのホーム側、うん、なんていうの乗るところ、うん、右側、進行方向の右側って言えばわかるかな。こっちが進む方向だとしたらこっち側だった気がします。なんて言えばいいんだろうな。新幹線ってさ1個しか乗り口ないの。あホーム側って言えばいいらしい。ホーム側だって、ホーム側。4月が楽しみだって。あ、写真買い取ってくれたの？ありがとう。今も楽しみ。でもね、動画しかまだ見てないんですよね。でもね、ファンの方がなんか送ってくれました。いやー早いですね、ファンの方は。今そういうの分からない。どっち側にあるか。5号車です、5号車。ここ1月に福岡に行けそうだから見に行きたいだって。あれ毎日運行してんのかな。鼻がかゆい、目を閉じてごらん、サンデーマンデー、こんばんはだって、こんばんは。ペガサスが見たい、わかるわかるとか言って、ペガサスかどうか知らんけど、知らんけど、ペガサスかどうか知らんけど、骨骨かもしれないし、わからんけど、よいしょ。おしゃべり会の時にお仲間さんからりのちゃんの名前写真がたくさんもらえた。その方りののお名前写真いらなかったんかな。でも今回のおしゃべり会はなんかファンの方がめちゃめちゃなんか盛り上げ大作戦してくれてて、そうレーンの外でね食べっ子動物配ってたんだって。そうそんなんしてくれたりとか、なんかファンの方同士がお友達になりましたって方が多くって、個人的にはファンの方同士が仲良くしてもしてるとする姿を見ると嬉しいんですね。ツイッター上でもそうなんですけど、ツイッターとか SNS 上で仲良くしたりとか、
まあ、応援の仕方はいろいろあると思うんですけど、握手会とかでもそう一緒にその食べっ子動物を配したりとかね、みののファンの方だけじゃなくていろんなファンの方から言われて、みおちゃんのファンの方が食べっ子動物をねみのが好きだからさ配ってましたみたいなの聞いて、あ嬉しいなって、そういうのをね初めて聞いたから嬉しいなと思いました。ひののマリアが見たい、マリアはね多分ねあんまやったことないんですね、めっちゃ緊張する、だから食べずに撮ってる、あ本当に、でも食べた方がいいと思う食べた方がいいと思う、いや美味しいよね、わかる、リナも食べたいな、あヒルテクが見えちゃった、4月のシャメカイノちゃんに初めて行く、ありがとう、さっきリプしてくれしたよね、返せなくてごめんね、ありがとうございます。何のポーズしようかね、泣き方法が見たいだって、まあそれもユニットもユニットとか久々じゃん多分最近、ユニットとか踊るのノーパラ4月ぶりだよね多分、チーム公演になってから出てないから久々だ、好きなポーズあるだって、ぽよん、あ、生誕以来だった、あ、そう、生誕祭以来だ、そうだそう、生誕祭があったんだ、生誕祭以来かな、あ、そうね、生誕がありましたね、ぽよん、ぽよん、ぽよんしてくださいって方多かったね、ぽよん、はるちゃんからの受け継ぎなのです、ぽよん、いろりどりのサドさんが可愛いでしょ、もうやばいよ、金曜日がイブだから、あ、そうだ、ショールームでクリスマス、まあそんなクリスマスって言っても盛大的になるかわかんないけど、その日公演だから、公演が終わってからやろうと思って、24と25両方公演だから、25だと遅いんですよ夜が、だから25の夜にクリスマスショールームしようと思います、え本当のクリスマスだね、なので25にしようかな、24は次の日が目の公演で朝が早いので土曜日にしようと思います、25っていうのがね、あのファンの方どっちですかって質問がさっきあったから、25イブじゃない夜にしようかな、夜ね、昼は公演なので目を見てください、久々雨で、夜はあ違う、24の夜は公演なので公演見てくださいってことで、オロピコ楽しみ、何するかな、ちょっと考えときます、ピスタチオのチーズケーキが冷凍庫にスタンバイ中、なんかクリスマスケーキ食べたい、食べる？みんなクリスマスケーキ、ニノが
犬が食べてたら食べるよね、みんなね、ケーキ食べるよね。だって今日夜ご飯カレーにしましたって人いたもん。犬がカレーにしましたって言ったら、あ、カレーにしましたって、あ、ファンの方がいっぱいいました。うん、メモだって、メモ25日いいよだって、いいよ、ありがとう。オーダーケーキ頼んできた、いいな、なんか名前とか入れんの、いいな。のーちゃんこんばんは、こんばんは。時間帯？時間帯は時間帯19時とか20時とかにしようかな。それかもうちょっと遅い時間か、あ、もうどんくらいがいいな、19時とか8時とか、8時にしようかな。なんか発酵してるね。今日のお昼ご飯はカレーでした。でしょ、ほらカレーの方多かったろう。あ、でもね、さっきインスタ投稿したのね、そうしたらね、いたんです。キュンとする、あなたが無意識に窓の外出た時、目と目が合うの、土曜の夜。タラタタン、お、ありがとう。今日はピースのヒール、君にテレパシー伝えてハート、懐かしいこの曲、やった、ありがとうございます、おめでとうだって、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。おめでとう、やったー、拍手拍手、にゃん、ありがとう、おめでとうだって、ありがとうございます、にゃんにゃんにゃん、おめでとう、イエーイ、ありがとうございます。まだが混沌する、もうありがとうございます、誰だってちゃん、ありがとうございます。こんないっぱい来るのは恥ずかしいな、ありの、結婚して結婚して結婚してって、ありがとうございます、ありがとう面白い、ありがとう。三原豆腐店気になってたんだよね、だって、めっちゃ美味しかったけど、なんかすごい人気店らしくって、人気店らしいから、しかもファンの方めっちゃ知ってたんですよ、だからびっくりしました。私はあの知り合いの方が予約してくれてで行ったんだけど、めっちゃ美味しかった。麻婆豆腐とかね、麻婆豆腐とか
カニクリームコロッケも美味しかったし、あとなんか豆腐鍋みたいな、豆腐しゃぶしゃぶみたいな、あれが美味しかったよ。めっちゃおすすめのお店です。でも今日インスタに載っけたあのあれあれ海鮮丼、あれも美味しそうだったでしょ。あそこのお店もめっちゃ並びました、午前中のね、午前中の11時くらいに行ったんだけど、めっちゃ人気で、私まあ 2日連続食べ物にしちゃった、食べ物グラム。でもね、今日下野さんって言ったお店も美味しくって、でリズムカレーも食べたじゃないですか、やば、まあ、今日はお仕事頑張ったのでよしとします。タタタタイネが僕は食べね、豆腐屋さんのインスタ美味しそうでした、でしょ。あんまりそんなさ外食行くわけじゃないからさあれなんですけど、食べ物系のっけちゃった。のーちゃんについていったら美味しいもん食べれる。でもりのそんなにまだ知らないんだ美味しいもの。でもファンの方今日美味しいものいっぱい食べてたね。何食べたんだろうと思ってコメント見たらさ、美味しいものいっぱい食べてるじゃないですか。何食べてたかな。全部ね毎回コメント読むんですよ、りの。今日はラーメンですとか、とんかつです、ピーマンの肉詰めです、ハンバーグ、肉じゃが、カレー、おそば、レトルトカレー、おでん、豚汁、カレー、あ、カレーだって、一緒ね、やっぱカレー。カレー、キムチチャーハンだって。カレーうどん、ハンバーグだって、魚が食べました。酒みりんを食べました。うどんを食べました。餃子を食べました、カレーを食べました、卵かけご飯を食べました、チキンとトマトの煮込みを食べました、カレーを食べました、すき家のチーズ牛丼を食べました、だってカレーを食べました、海鮮丼を食べたくなりました、だってお刺身を食べました、焼き鳥を食べました、とろろご飯を食べました、ハンバーグとカレーが圧倒的に多いね。フード系インスタグラマーを目指そう。食べ物ものっけたいんですけど、りのお洋服のっけたくて、そう洋服をのっけたいから、まあ両立すればいいんですけど、まあ、ちょこちょこのっけていこうかな。なのでまだ報告してない人はリノにインスタのコメントで報告してから寝てください。そう、何食べましたって毎回見てるんだよ。こんな感じ、質問系にする時もあるし、別にそうじゃない時もあるんですけど、のーちゃん起きておはよう。タラの魚さん、ありがとうございます。キーン、あけみさん、久しぶり、ありがとう。こわちゃん、ありがとうございます。むはんおうさん、ありがとう。おかも、ありがとうございます。ゴロゴロ、いっぱいありがとう。こわちゃん、ありがとうございます。吉田さんもありがとう。ぷよん、いに
いにって言えばいいの？いに、いにって言えばいいんかな。ありがとう、かわいい。テノールさん、ありがとうございます。マナフィー、ありがとう。ぽよん、コムさん、シャッキーン、ともちゃん、ありがとうございます。ありがとう。吉田さんもありがとう。てっちゃん、ありがとうございます。びっくりした、握手会。くま、ぽよん、今は11分。じゃあ25分に終わりにします。今日は30分に終わりにして、25分にメールを送ってから終わりにしたいと思います。帰宅したい。今日は唐揚げでした。うんね、うん、もう最近鼻水がいっぱい出ちゃうんですよ。まちゃん起きて。ぷぷぷぷ。なんか今日の話あるかな。ねえ、今日の話が何にもない。あるけどない。おしゃべり会の時にも食べっ子動物を食べながら配信を見ている。いいなあ。あーあ、そうね、なんでもないやなんでもないや、なんでもなんか話そうと思ったけどやめちゃった。あ、雪だ。風邪はね、ひいてないの。風邪ひいたかなと思ったけど全然ひいてなかった。ただ大きな声を出しすぎただけだった。雪が綺麗と笑うのは君以外。週末雪だって、やば。ハウステンボス絶対に寒いよ絶対に寒い。でもそんなとこも楽しみなんだよね、リノ。めっちゃ楽しみ。もう絶対に寒い。うんねえ、絶対絶対に寒いね。あー、ステンボス行きたい。はあ、超楽しみだ。下野さんとの食事楽しかった？って、楽しかった。今日は美味しいパスタ屋さんに行きました。おしゃんなんですよ、下野さん。下野さんはね、下野さんって書くときはね、ひらがなにしてるんです。そのは可愛くないですか。下野さんって漢字で書くよりも、リオの下野さんポイントでした。最終ベルが鳴る、トゥ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 、
トゥ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 雪が綺麗と笑うのは君だい。でも寒いねって嬉しそうなの。下野さんと行ったんや。下野さんと行ったんや。下野さんとは今年一番距離が縮まった先輩だと思います。なんかね、お仕事で一緒になることがめちゃめちゃ多くて、でも寒いねって嬉しそうなのも、転びそうになったトゥル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 。あー、いいな、クリスマスソングめっちゃいいよね。全部君がいトゥル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 。ゆきちゃんってまだ読めないだって。読めません。でもね、4回くらいご飯行きましたね。明日からショールームのクリスマスキャンペーンが始まるね、だって。何やんの今回。バックナンバー歌だって。いい歌だよね。めっちゃ好きです。いつかバックナンバーさんのライブに行きたいんです。生で聞いてみたい。めっちゃ好きなんです。今一番行きたいライブかもしれないってくらい行ってみたい。ヒゲダンさんも行ってみたいんですけど、バックナンバーも行ってみたい。クリスマスコア、なんでクリスマスソング歌うのか言い訳ないでしょ、ここで。イノが喋ると思った？言いません。見てください。イノは目と、ジェットに出るので見てください。みなちゃんを呼べるんだって。みなちゃんはね、みなちゃんって呼んでねって言われてました。ピンクチームの、あの2月の時かな、あのゴリラの時に言われました。確か言われましたね。だって去年ピンクチームでとっておきクリスマスだっけ、とっておきメリークリスマスだっけ、言いましたね。トゥ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 。一番思い出に残っているクリスマスプレゼントはクララ。大事なもの、こんばんは、だって。こんばんは。じゃあ早めにメールを書きたいと思います。これがね、みんなに届くんです。何の写真が見たい？クララってクリスマスプレゼントだったんだ。そう、早めのクリスマスプレゼントだったんですよ。11月21日に来たんですけど、でもその年のクリスマスのプレゼントはクララでした。早めにね。何の写真が見たいんですか？
糸島食堂ってどこ？え、糸島食堂はね、糸島にある。車で行ったけどバスもありそうだったよ。え、シモさんとちょっとないないよ。お話し会の時に一緒。分かった。じゃあ制服にするね。 JK にしますね。届くんですか？届くんです。リノリノリが、リノリノリ撮ってる？みんな、あの自分がどれだけの方が撮ってるのか分かんなくて、リノリノリが撮ってるの？みんなはここにいる方は撮ってるのかな。分かんないんですよ。でもこんばんは。念のため撮ってます。やだー何それ、念のため撮ってるの？そう、なんかね、撮ってますって方が多いんだけど、あ、そこにいる方は撮ってるのかな。リノリノリ面白い？リノリノリ面白いの？なんかピナがリノリノリを見てたらしくって、そうメンバーを見れるんですけど、なんかリノが話してる言葉がそのままメールに書いてるあの感じだね。なんていうの、あのなんか話した感じ、このままリノの口の出た言葉のまま書いてる感じだねってよく言われます。なんて言えばいいんだろう、そのまま話し言葉って言えばいいかな。あの書き言葉よりも話し言葉ね、書いた文章だねっていうのは言われたね。ちょっと自分じゃよく分かんないけど生まれた時からリノリノリが存在したのは3月ですね。メール取るようになって寝つきが良くなりました。なんで？よく寝れるみたいな。うん、なんだ。うん、なんだ。なんでだろうね。なんか今日ちっちゃくない？音。ちっちゃい今日の音ね。ふむふむだって。ふむふむ。なので悩んでる方は撮ってください。オフショーはね、一番に送るし、まあそんなにメールの数的には多くないんですけど。え、今日ちっちゃくない音ね。ちっちゃかった。えりゅうぱぱさんありがとう。ぴよん。吉田さんありがとう。あー、ケロクニさんだ、ありがとう。あおいちゃん、たらのさかなさん、うほ、ありがとうございます。ありがとう。聞こえたらって。あ、聞こえたらしい。よかった。じゃあまた送るね。今終わったらもう一通くらい送れると思うから、うん、もう一通送れたら送りますせー。はい、ランキング読みます。おい、
13位がパッパカパーニシプーありがとうございます。12位がハシブッチありがとう。11位がザキザキザッキーありがとうございます。10位がウィンパディありがとうございます。おめめと。10位が9位だ。9位がイニイニでいいの？イニって呼ぶようにするよ。ありがとう。8位がマナフィーありがとうございます。7位がともちゃんありがとうございます。6位がタラの魚さんめーありがとう。5位がカッツンありがとうございます。4位がオカモありがとうございます。3位がコムさんありがとう。2位が吉田さんありがとうございます。1位がてっちゃんでした。パンパカパーン。クマ次のおしゃべり会楽しみにしてます。ありがとう。何だったんだ。たまたまね、例の外でね、クマってやった方がね、てっちゃんだったんですよ。あ、この前の握手会の時っていう、めちゃめちゃ雑談でした。でびっくりしたの、知らなかった。ありがとう。パチパチ。はい、明日は夜したいと思います。よろしく。ありがとうみんな、配信ありがとう、楽しかったよ。だって。おい、ではおやすみ。おやすみはおやすみ。インスタ見てね。夜ご飯教えてね。おし、もう一通メール送れそう。バイバーイ。ありがとうございました。またねー。おやすみー。バイバイ。